ローマ帝国のシンボルであるメスオオカミに育てられるロームルスとレムスはムッソリーニの第三のローマに至っても利用された。第三のローマとは第一のローマ、第二のローマ、ひいてはビザンツ帝国の継承者を称したいくつかの国、もしくは強行領や神聖ローマ帝国のように西ローマ帝国の継承者を称したいくつかの国を指す名称。 パレオロゴス朝のシンボルロシア帝国の紋章、相当の和紙、第三のローマとして最もよく知られる、モスクワは第三のローマであるという神学的、政治的な主張は、15世紀から16世紀のモスクワ大公国で形成された。この主張が行われた理由として、東方正教会の統合のための神学的な必要性と必然性、正教とスラブ文化で結びついた東、 スラブ人の結束を論じる社会政治、モスクワ大公の政教における主導性の主張という3点が挙げられる。これによって早くから大公と強く結びついた教会は、ロシアにおける先制政治の成立と統治に大きな役割を果たした。1393年にオスマン帝国により第二ブルガリア帝国の首都タルノボが陥落すると一部のブルガリア人聖職者は、 ロシアに逃れた。口述する通りタルノボは、すでに第三のローマと称されており、この時に、ローマの継承者という思想がもたらされた。トベリ大公ボリス・アレクサンドロビッチの時代、ソーホマの1453年の著作在ユーラジー、オブザ・パイアス・グランド・プリンスボリス・アレクサンドロビッチで、トベリが、第三のローマだと主張された。 メフメト2世による1453年5月29日のコンスタンティノープルの陥落から数十年のうちに東方世教圏ではモスクワを第三のローマもしくは新しいローマとする動きが出始めた。これを象徴的に示したのがロシアツァーリ国のイヴァン3世とその妻ゾイ・パレオロギナだった。ゾイは最後のビザンツ皇帝コンスタンティノス11世、パレオロゴスの命だった。 当時のヨーロッパにおける世襲君主制の継承法に従えば、イヴァン三世は一旦消滅した東ローマ帝国の継承権を主張することができたが、伝統的にローマ帝国の定位は、そのような自動的な継承が認められるものとは、みなされていなかった。また重要なのは、ゾイより上位の定位継承権を持つとみなせる弟、アンドレアスパレオロゴスが1502年まで、 存命だったという点である。しかもアンドレアスは彼の多い定位に関する権利をアラゴン王フェルディナンド2世とカスティーリをイーサベル1世に売却している。すなわち厳密に考えるとロシアのチャーリはビザンツ帝国の継承権を主張し得ないのである。しかし一方でロシアは進学的観点からも強い主張を持っている。東方正教の信仰の有無は 聖教徒にとっては自らを野蛮人特別する重要なアイデンティティだった。ロシアは、キエフルーシが988年に、ウラジーミル一世によって聖教に改修した後、皇帝の娘を日に迎えた、最初の野蛮人となった。コンスタンティノープルの定義は、聖教権にのみ継承されるという意識があったのである。モスクワを、ローマの継承者とする考えは、 バシーリー三世に対するロシアの僧フィラフェイ、プスコフスキーの三次文章によって具現化された。これは、二つのローマが陥落し、第三のローマが交流した。そして第四はないだろう。何人もキリストのツァーリにとって変わることはできない。と主張したものである。誤解されがちだが、この時、フィラフェイは、具体的には、町としてのモスクワよりも、 国家としてのモスクワ大公国、ひいてはロシアの地を第三のローマとして意識している。ちなみにモスクワはローマやコンスタンティノープルと同様に7つの丘の上に建設されている。こうした理論は1492年のモスクワ、総主教ゾシムスのパスカリオンについてまで遡ることができる。オーストリアのヨーゼフ2世は即位する少し前の1780年に ロシアを訪れている。彼と会話を交わしたロシア皇帝エカチェリーナ2世は、ビサンツ帝国を復興して1歳の孫コンスタンチン、パブロビーチをその定位につけるという野望を真剣に抱き始めた。その際ヨーゼフは、自らがカトリック圏との仲介役になれると述べている。18世紀のモザイク画に描かれた。 メフメト2世とコンスタンディヌーポリ総主教ゲンナディオス2世1453年コンスタンティノープルを陥落させたオスマン帝国のメフメト2世はカイセリルームを名乗り始めたこの主張はギリシア正教のコンスタンティノープル総主教に承認されたが西欧のローマカトリック圏は否認した以前から東西教会の合同に反対しメフメト2世によって ビサンティウムの政教の権限をすべて任されていたゲンナディオス二世は見返りとしてメフメト二世をローマの継承者として認めた。そもそもメフメト二世の主張は330年のコンスタンティノープルセントと西ローマ帝国滅亡の後コンスタンティノープルこそがローマ帝国の存立する土地であるという考え方を前提としている。またメフメトは血統の面からも 彼の先祖オルハンが、ビザンツ帝国の巫女を非としていること、また自身が、ビザンツの皇族、ヨハン・チェレペス・コムネノスの子孫であることなどを主張して、ビザンツ帝国継承を正当化した。また、メフメト2世は、イタリアのオトラントを占領し、イタリア・ローマを征服する計画であったが、彼の急死により果たせなかった。メフメト2世の死後、 オスマン帝国がビザンツ帝国を継承したとする言説は公式にも潜まっていった。ギリシャ独立戦争で成立したギリシャ王国は、オソン一世の首相ヨアニスコレティスは、1844年の憲法発布の際に、第三のローマに言及した。これは独立後一世紀にわたり、国政を独占したナショナリストの幻想であった。1844年に、 改めて宣言された理念は、オスマン帝国から解放され、ビザンツ帝国の領土を再建する夢を見続けてきた、ギリシャ人の、以前からの意識から来たものだった。パイラムダイオタミューイプシロンカイローニューヨタアルファミュウイプシロンカッパアルファイオタロウ、再び、長い年月の先に再び、これらは、我々のものとなるのだ。このギリシャ圏を再統一しようとする。 メガリーデアは東ローマ帝国を再興し、ストラボンが記したキリシアの領域、すなわち西はヨーニア海、東は小アジアや国海、北はトラキア・マケドニア・エピルス、南はクレタ島やキプロス島に至る広大な領域を結集しようというものだった。究極的には、その新国家はコンスタンティノープルを首都とした2つの大陸と5つの 海にまたがるギリシャとなるべきとされた。913年、第一次ブルガリア帝国のシメオン一世は、コンスタンティノープル郊外で、コンスタンティヌーポリ宗主教によって、皇帝として退官した。彼が最終的に名乗った称号は、ブルガリア人とローマ人の皇帝にして、先制君主というものだった。これは、ギリシア人の統治者としての地位とローマ帝国の、 皇帝くらいの伝統を踏襲した正当性を主張するものだったがビザンツ帝国から承認されることはなかった。その後ブルガリアに対する優位を取り戻したビザンツ帝国はすぐさまシメオン一世の定位の黙認を取り消した。914年から924年までの10年間、このブルガリア皇帝の地位をめぐって両国は悲惨な戦争を続けた。ビザンツはブルガリアの称する ローマ人の皇帝という称号を認めなかったが、最終的に924年に、ブルガリア人の皇帝をビザンツ皇帝が認めることで決着した。この決定は927年にブルガリアとビザンツが婚姻を結んだ際にも確認された。ブルガリアの帝号は、ローマ教皇にも承認され、ツァーリという称号はその後の第二次、ブルガリア帝国でも使われ、 オスマン帝国に降るまで用ちいられ続けた。14世紀、第2次ブルガリア帝国は、首都のタルノボ、ローマとコンスタンティノープルを継承する地、すなわち、第3のローマと称していた。セルビア帝国の国旗1345年、セルビアをステファンウロシュ4世ドシャンは自らをツァーリと、称し、1346年に新たに創設した。 セルビア総主教やブルガリア総主教のもと、復活祭の日に、スコピエで退官した。彼の帝号は、ブルガリア帝国をはじめ、ビザンツ帝国を除く、周辺諸国に承認された。正式な称号は、セルビア人とギリシア人の皇帝で、これを用いたのは、ステファンウロシュ4世とその息子ステファンウロシュ5世のみで、ある。ステファンウロシュ4世の異母帝で、 ペッサリアの君主だったシメオン・ウロシュ・パレオロゴスとその息子ヨバン・ウロシュは1373年までセルビア皇帝の称号を主張していた。帝号に含まれるギリシア人の文言はギリシア人への支配権の主張とともにローマ帝国の伝統の継承を表している。オーストリア帝国の紋章ドイツ帝国の紋章ともに神聖ローマ帝国の継承者を名乗った。 西欧を支配したカロリング朝、フランク王国は西ローマ帝国の復活を演出した。早期ドイツ民族主義者は西ローマ帝国からの継続性を持ったカロリング帝国が新西ローマ帝国へと変貌したとする帝国の一体性を主張した。800年、フランク王カール一世が教皇レオ三世の手で体感し、ローマ人の皇帝の称号を授けられた。これに、 神聖の語が加わったのは、フリードリヒ一世、バルバロッサ地下の百五十七年であるが、神聖ローマ皇帝という称号は、カール一世やオットー一世まで遡って用いられることもある。神聖ローマ帝国は、フランツ二世時代の千八百六年に解体する。代わりに、フランツ二世は、オーストリア帝国を創始し、この神聖ローマ帝国の継承国とハプスブルク家のもとで、 改めて、ドイツを統合しようと試みた。また1871年には、プロイセン王国が、ドイツ帝国を創設し、同じく神聖ローマ帝国の継承者であると主張した。神聖ローマ帝国、オーストリア帝国、ドイツ帝国では、皇帝の称号は同じくカイザーの指導者の一人、ジュゼッペ・マッツィーニは、第三のローマの概念の普及に努めた。マッツィーは、皇帝のローマ、 教皇のローマが終わった後、人民のローマがやってくるだろうと述べ、ローマを首都とする統一イタリアの成立を訴えた。イタリア王国の下で統一がなった後、マッツィーニの主張は、第三のローマと絡めて、神聖イタリアのアイデンティティとなった。統一後、マッツィーニは、第三のローマとしてのイタリア帝国構想を、語っている。マッツィーニは、イタリアはチュニジアを侵略。 植民して中央地中海の鍵となるべきで、さらには統一イタリアは古代ローマ帝国のように地中海を独占する権利があるとしている。ファスキスをつかむワシの衣装はファシストイタリアのシンボルとされた。ベニートムストリーには演説の中で彼の建設したファシストイタリアを第三のローマもしくは新ローマ帝国と位置づけた。彼の主張する第三のローマは マッツイニの述べた通り皇帝のローマ、教皇のローマに次ぐものであり、オスティアから海へ進出しようとするムッソリーニの計画の名ともなった。エウローパの建設はその第一歩だった。ありがとうございます。